こんにちは、日向陽一です。今回は、離婚したいという夫の皆さんの、心理というか心がどういうふうになっているのかということをちょっと、聖書の言葉から考えてみたいと思います。で、箴言の27章の15節には、こうあります。ここにも書いてあるんですけど、長雨の日に滴り続ける雨漏りは争い好きな女に似ているということで、これはですね、ソロモンという人が書いた箴言の言葉ですけど、こう奥さんがずっとこう、争い好きな女っていうふうに書いてありますけど、批判的なことを言うと、すごく雨漏りなんで、もうずっと一緒に生活できないっていうことなんですよね。だから、争い好きっていうのは、批判的というふうに言ってもいいと思うんですけど、奥さんから批判的な言葉をかけられ、ずっと言われると、家にいられなくなってしまうということなんですよね。で、最近は家に帰るのが怖い、奥さんが怖いっていうことで、私のところに来られる、女性のクライアントの方々から、ご主人からも怖いと言われてしまったっていうふうに、もう恐怖を感じるとか言われてしまって離婚したいと言われてしまったということが方が多いんですけど、それはですね、奥さんの批判、どうしてこうなのとか、全然なんとかじゃ何々してくれないじゃないとか、あなたいつもなんとかねみたいな感じで言われてしまうと、それ争い好きな女ということなので、もう一緒に生活することは耐えられなくなってしまうというご主人たちの気持ちなわけですね。ですから、本当に男性っていうのはすごい攻撃に弱いというかですね、女性と違って精神的に脆いんですよね。ですので、ちょっとした批判にもすごく傷ついてしまうというか、痛みを感じてしまうということがあります。ですので、本当に離婚したい、このまま一緒に暮らしていけないというふうに思ってしまうわけですね。ということで、この争い好き、その批判的な言葉っていうものが夫には耐えられないほどのダメージを受けてしまうんだということを、覚えておいていただきたいと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。